9月、フラペチーノさん、あ、なんだこれ、ろうそく。福ちゃんお疲れ、5個。スプマンテさんかわいい、3個。カズノシンさんお疲れ、ジンライさんお疲れ、クックさん一寸玉、ニシさんかわいい、カメさん三寸玉3個、アッチャさんかわいい、ありがとう。なんだこれ、おみかんさんろうそくありがとう。なにこれ、なんだ。みんな今日も見に来てくれてありがとうございます。トールさんお疲れ、ありがとう。こんばんは。カズノシンさん、鎧のクマちゃんありがとう。鎧クマ、何、え、これ何、ハロウィンじゃないよね、9月だもん。何のギフトだ。さとこさん一寸玉、わらいおんさん三寸玉、くわどりさん星、ひろっちさん金魚10匹ありがとう。陣内さんろうそくありがとう。カメさん、なんて言ったっけ、私さっき、これ鎧のクマありがとう。なんだこれは。まるさん一寸玉ありがとう、ありがとうございます。しゅんさんお疲れ、ありがとう。こんばんは。あみかわさんありがとう、かわいい。そう、今日もう眉毛と目と描くだけで。今日広島に帰ってきました、朝から。今日早起きだったんですよ、結構。もう全然起きれなくて眠ってなった。アラームをさ早めにかけてたからよかったけど、眠すぎたね。昨日1公演しかなかったのに、それにしては結構体が疲れていて、移動もあったからか。昨日東京行ってね、その日のうちに東京行ってリハして、あ、リハしてるからか、2公演だ、リハしてるからですね。やっほー。春坊さん一寸玉、バラちゃん花束ありがとう。ゴスクマ、あ、これゴスロリなの、あ、そうなの、ゴスロリだったの、このクマちゃん。鎧じゃなかったんだけど、ゴスロリ嘘、どの辺が、どの辺がゴスだった、ちゃんと見よう、待ってね、ギフト遡って。確かにゴスロリっぽい、ほんとだ、リボンつけてた。私が鎧と思ったやつリボンでした。ゴスクマありがとう。コウさん一寸玉ありがとう。アルさん一寸玉ありがとう。ねえ、ファンクラブ、そうなんですよね、ファンクラブがメンバーどんどん始まってるんですけど、あの今は何人目、9人目とかかな。結構ね、選抜メンバーのファンクラブがどんどん今始まってる感じなんですけども、なんかいろいろね、そう、ファンの皆さんがこういろいろ入ってるじゃないですか。 STU のモバイル会員とかスペサポとかメールとかで、また増えるじゃないですか、ファンクラブが。だからみんなもさ、最初どんなもんかなと思って様子見たり入ったりとか、こういろいろそれぞれあると思うんですけどね、ちょっと心配ではあると思うんだよね。私もさ、自分のがいつから始まるのか知らないんだけどね、みんなもいろいろ他のね、メンバーのファンの方の投稿とか見て、もしかしたら不安かなと思って、私もちょっと不安だなと思ってたりします。こんばんは。そうだよね、難しいよね。うん、なんかメンバーの名前もこの前ももちゃんかな、なんか違ったみたいな見て、そうだよね、うん、そう、なんかマイキューさんがさ、すいませんみたいな投稿してて、ね、
IQ さん悪くないんだってなったけど、多分私もすいませんって言うじゃん。だからみんながこう安心して、ね、加入できるコンテンツとかメンバーも頑張るからさ、増えた分いろいろメールとかをおろそかにしないようにするので、メールとちゃんと分けなきゃじゃないですか。だからこちらも頑張るから、ちょっとね、みんなも温かい目で見てもらうしかないかなと思います。こんばんは。私は運営さんじゃないからね、何とも言えないんですけど、みんなちょっとメンバーにはあまりこう他の猫とかにもどうなってるんだって怒らないであげてほしいかなと思う。私もメンバー側だからちょっとなんかこう言える側じゃないんだけどね、みんなからしたら、いやファゼリもそっち側でしょってなるかもだけど、言える側じゃないんだけど、みんなもちょっとね、です、終わり。こんばんは。和之進さん、ろうそくありがとう2個。あっちゃさん、一寸玉ありがとう。流星さん、ゴスクマありがとう。わわわさん、お疲れ5個。たかしんさん、一寸玉。こうさん、一寸玉ありがとう。和之進さん、かわいいありがとう。みかんさん、いいねありがとう。陣内さん、星ありがとう。スーパーパセリ、え、スーパームーンの方のパセリですか、それともスーパーの半額狙いのパセリですか。いや、パセスーパー行ったけどアイス買わなかったんですよ。アイスで思い出した、今日のパセリの不幸話。昨日差し入れでリンツのチョコレートがあったんですね。でメンバーもさ、いろいろたくさん差し入れがあったから、もう食べきれないぐらいあって、本当に差し入れが。そういう時はマネージャーさんとかが事務所に持って帰って、食べれるように、どこのツアーの時もこういろいろ多くいただいた分は出てないメンバーとかも食べれるようにマネージャーさんが持って帰ってくださるんですよ、広島に。でリンツのチョコがあったから、たくさんくださいって言ってもらったのね、ちゃんと許可取って、もうメンバー解散するときに余ってたら残せたらくださいって言ってもらったんですよ。そしたら今日広島着いて、よし食べようと思ったらね、ビニール袋の中でチョコが溶けてて、暑いから溶けててさ、もうそこに入ってた荷物とかがチョコまみれになっちゃって、チョコまみれになってさ、ペットボトルとかも、もう一面チョコ、茶色になっちゃって、透明のペットボトル。こんばんは。そう、今日の復興エピソード、それはちゃんと食べました。溶けてない分を吸湿してキッチンペーパーに並べて冷凍庫に入れて秒速で固めて食べた。美味しかったです。ミキヤくん、金魚、夏休みさん、一寸玉ありがとうございます。そう、あ、チョコまみれってお菓子あるけどね、それは美味しいけど、今回はね、災難まみれでした。ビニール袋に入れてましたよ、ビニール袋に入れてたんだけど、もうビニールから漏れるぐらいのチョコだったんですよ、漏れてて。だから自分のグッズとかもチョコまみれになってたけど、無事にちゃんと拭きました。じゃーん、かわいいパーコ。そう、暑かったからね。流星さん、レインボースター10個ありがとう。めっちゃ美味しかった。あのね、今までは赤の普通のミルクのチョコが好きやなと思ったけど、もう一個美味しいの見つけてね、なんだったっけな、黄色で
黄色で中が、あ、外が茶色、中も茶色のやつ、あれめっちゃ美味しかった。名前調べたけど忘れちゃったけど、なんかパッケージがいろいろ種類があるんですよ。20種類ぐらいあって、黄色も 2,3 種類ぐらいあるんですけどね、その中の1個がドタイプの味でした。ちょっと名前覚えてないけども、あ、そうなの、これ受注販売なの、やったね。これ超かわいいもん。じゃじゃん、パーコと申します。裏面もかわいいの、 STU48。 こっちは顔なし、顔がないタイプ、ちゃんとペンライトカラーになってるんです。あかりんさんが緑なんですけど、私エメラルドグリーンと白なんよね。並べてみたら色違った、ちゃんとエメラルドグリーンになってました。緑のメンバーとちゃんと区別化してあってね、違ったよ。こんばんは。かわいいこのグッズ。あと他にもねグッズあってね、あー他にもあるんだよね。ちょっと待ってよ、紹介するわ。そう、白は200色あるけど緑は今回2色あるっぽいです。はい、あかりんさんと並べたら違ったの。これは、え、これさ、なんていう名前のグッズですか。これもめっちゃ可愛くないですか。これね、昨日なんかリハ終わりにフォトブースに行くので、メイク終わったらすぐ準備してくださいって言われて行ったら、その SNS 用の写真撮影をねさせてもらえて、あかりんさんと2人で。それがいつも SNS でグッズとかを紹介してくれたりとか、私結構自分でグッズ買うんですよ、家族用とかにもたくさん。だから選んでもらえたみたいでね。あかりんさんもさ、もういろんな SNS で紹介するじゃないですか、グッズとかもうフェスとかのイベントとかも。でそれで2人選んでもらえたらしく、ありがとうございますって言っていただいたグッズたちなんですけど、私普通にさ自分で買おうと思ってたグッズだったからめちゃくちゃ嬉しくてハッピー。でも自分でも買う、家族用にも追加で買おうと思ってます。さんちゃんだよ、一寸玉ありがとう。ゆうせいさん、三寸玉ありがとう。めっちゃ可愛い。じゃじゃーん、裏はこんな感じ。トランプこれ、なんだなんだ。しんいちさん、ろうそくありがとう。そう、私グッズはなんか同じやつを5個とか買ったりする時もある。親戚中にお母さんが配りたいから買っといてって言われて、代わりにネットショップでね同じように買ってます。みんなと送料もちゃんと払ってます。送料を払ってね購入してますよ。これもゲットしました。クリアポスターかな、これかわいい。これはお母さんにあげようと思います。この前ちょうど話しとったんよ。この前名古屋のツアーの時にお母さんと会ってて、ツアー前にグッズ買うって言っててね、買っとったんよお母さん。しかもランダムのやつも挑戦したらしいんやけど、ランダムのグッズリコチだったらしい。リコチと誰やったかな、もう一人なんか2回ランダム買ったけどパセじゃなかったって言ってました。あとね他にもいろいろ買ってくれてた。いつも買ってくれるんですよお母さん。自分でも買ってくれるけど私にもお願いしてくれる。あとフォトフロップス、これはこうやってもっと写真撮ったりするやつです。マドラーではないです。じゃーん。そう、そのお母さんと会った時にウェディンググッズは買っといた方がいいんじゃないって話になって、絶対もう一生見れないよって言ってね、買っときなよって言ったから、買ったかな、ちゃんと自分で。もしお母さんが持ってたらおばあちゃんとかお父さんにあげたいと思います。じゃじゃん。そう、絶対に見れんからね、買っときなって。
ね、思ったより大きいよね。うーん、どう比較したらいいんだろう。 PR 舞台の本、あ、みんなこの PR 舞台の本はがき今月までだよ。みんな忘れてないかい。他の人と被らないように時期ずらそうとしてる方とかいたら気をつけて。ね、あれ来月までって書いて、あれ、いや違う、今月までよね。9月30まで。このはがきの方に差出有効期間10月31日までって書いてるけど、このチェキの締め切りは9月30までです。だから気をつけてください。今びっくりした、あれって、はがきのところの切手の下にね書いてある日付は違います。チェキの締め切りは9月30までです。よろしく、よろしくお願いします。髪の毛食べてるよね今。かずきさん一寸玉ありがとう。しんいちさん、かっぱいさん、ありがとう。おお、みんな忘れないでね。そう、切手いらないタイプだから安心安心。切手を買ったことないって人も多分さいるだろうね今時。恐ろしい、なんて恐ろしい。途中でヤギに食べられないことになるとかです。本当だよ、気をつけて。本当ね、送った先にヤギが働いてないこともになろう。リンコのツイート見てない。え、リンコツイッターしてるんですか。それすら知らない。情弱だよ私、見てない。何事？リンコがテレビに出るの？え？そうなの？え？マジ？早っ帰ってくるの早っ。もうみんな会えないぐらいの感じだったじゃん。ワンコ？クロさんお疲れ、ありがとう。しんいちさん、レインボースターありがとう。レギュラーなの？え、待って待って、私より働くのやめてワンワンキャスター、なんだそれは。なんだワンワンワンダフル、ねえ、おもろそう。え、見たい、ちょっと調べたい。私 iPad の電源まだ充電してないからつけれないよ。こんばんは、しんいちさん、お断りです。朝番組起きれるの？え、生放送ですか？すごい、よかったね、亡霊のみんな亡霊のみんな大歓喜じゃん。帰ってよかったよ。ちょっと前髪をさ、今日帽子かぶって帰ってきちゃったからさ、前髪が言うこと聞いてくれてない。4期に、え、帰ってくるかな、帰ってこようよ。リンコが4期で入ったら PR 舞台シーズン3して、また同じ7人でツアーしよう。朝6時45分から、早っ、はいや、めっちゃ早いじゃん。パセリ押しとリンコ押しかぶってる気がする。いや、かぶってる、なんかもともと2人来てた人とか、もともとこっちいたけどリンコに連れられた人とか、逆にリンコにいてたけどパセリにも来たよって方とかいる。まあ確かにかぶってるっていうのかな、確かに。
PR 舞台のファンの方は結構かぶってるかも、うん、PR 舞台メンバー結構かぶりがちな気がする。やっぱツアーとかでさ見る機会多いからさ、きっとそれで釣られちゃったりとかだと思います。浦部さんカップアイスありがとう。ね、こんばんは。え、お見送り PR 舞台の時、え、 PR 舞台でマイカーも多いんだよね。マイカーもなんかあの沖さんパセリココアさんの並びを変えてほしいですってファンの方ちらほらいて、ちょっと誰見たらいいか分かんないですって、推しメン並んでると困りますみたいな方結構います。やっぱね、ね、鬼滅で推しメンを作るとそういうことが起きちゃうよね。ねえ、こんばんは。パセリに勝手に釣られた、釣り上げた、よいしょー。でも今放流中。黒さん三寸玉ありがとう。ブルーライブ、あー確かに9月だから、そうだね、美穂と凛子の生誕あったね去年。私は出れなかったもんね、それ。そう、出演メンバーじゃなかったやつや。そうなの、花垂公園でもマイカーでも絶対並ぶの、沖さんココアさん。9月もパセリ見るのお世話になります。こちらこそお世話になります。いつもありがとうございます。ありがとう、たくさん送るね。あまりご挨拶できなくて毎回申し訳なく思っております。なんて優しいの。じゃあ今度ご挨拶しときますか。次パセ出るのは9月22なんだけど、でも沖さんもココアさんもいないや。それなんかね、その2日後が新潟でその1週間後が大阪だからさ、広島近辺じゃない方、まあ、広島の方もお仕事あったら金曜日だし難しい方もいると思うんですけど、やっぱ遠征ってさみんなも無限にできるわけじゃないじゃん。いろいろなんか計算してさ、ここ削ろうとかこれ我慢しようとかしてる方もやっぱいるわけじゃないですか。だからあのごめん、行けなくてごめんねみたいな思わなくて全然大丈夫です。来れる時に来てください。でも来れる時にあの来るので後悔だけはしないようにしてくださいね。行けなかったなんでだよみたいな勝手に怒り始めるのはやめてくださいね。見たかったよ、なんで言ってくれないんだよって言われてもそれはもう自己責任だけど、でもみんなの生活が一番大事だからもう優先してください。わかりましたか。ひであすみさんだるまありがとう。ね、マイカー公演今月ないっぽい。ないみたいですね。そう、みんな無理しないで。あのさ、私ねもうずっと言ってるんですけど、 STU 入った頃からも4年ぐらい前から言ってるんですけどね、推しを推せる時に推せって言葉をアイドルが言うの好きくなくて、なんで辞める前提やねんってなるんですよ。まあ辞める、まあそうなんだけど、いつか卒業するものでは確かにあるんだけど、なんかそういう終わりをさ、終わりを匂わせるというか、こうちらつかせて言うのがあんまりこう自分がファン側の時も好きじゃなくて、だから自分はあんまり言いたくないなって思ってねるから、そうだから会いに来れる時に来てねとは言うけど、それであの
悔いのないようにとかはそれぞれみんなが自分でね決めてください。私はそういうなんかちらつかせたりとかすることないので、まあ、この発言がそうなっちゃうかもしれないけど全然そんな気もなくて、そういうことではなくって、それとこれとは別の問題でして、今後ね、ね、よろしく。22時に卒業発表しないでしません、大丈夫です。もう全然生誕祭する気満々だから今年よろしくお願いします。たくさんお祝いしてください。よろしくね。クロさん、カップアイス、カズノシンさん、ハートありがとう。おたかつ資金が交通違反した、あ、反則ゴールドじゃなくなるのか、気をつけて運転してね。行けなくて後悔したことあるけど行って後悔したことないので大丈夫です。じゃあこれからもその方針でよろしくお願いしますね。そう、なんかもう難しい、こういう世界ってね。アイドル業界のなんか短いよね、寿命が。あ、そう、それ似てる。お客様は神様みたい、それ似てるかも。アイドル側から言うのはちょっとねと思っちゃう。 AKB 劇場に行ってまいりました。あ、昨日ね、そう、昨日東京泊まりだったからホテルでアウトオブ48をね、あの寝落ちする寸前まで見てて、テレビで。そしたらあの長崎の子ですよね、長崎の子受かったよね。あの子長崎の子ですよね、18期生の。昨日は初 STU 考察で楽しかったです。ありがとう、来てくれて。今日は AKB さん楽しかったですか？羨ましい、毎日充実だ。いいね、いいね、オタ活充実していこう。これからもぜひまた機会があったら待ってます。大阪ヒル夜とユミリン卒コン、お、そう、ユミリンさんの卒コンが11月3日にありますので、広島なんですけど、もし11月3日文化の日だからなんか文化に触れたいなと思ったらぜひ広島に来てみてください。遠征は迷ったら行く。いや、わかる、迷ったらさ、やっぱアイスも私も迷ったら買うを心がけてます。でも今日は買わなかった、ちょっと後悔してるもん今。アシーさん、金魚ありがとう。今日アイス0個だ、パセリ珍しい。クロさん、ろうそくありがとう。そう、アーナが出演するのかなと思って、昨日発表、メンバーもね、昨日のドドーンっていうあの特報っていうサプライズ発表で知ったんですよ、卒コンのこと。だから隣にアーナいたから、え、アーナいるのと思って。しかもアーナ誕生日じゃん、11月ね、誕生日の日じゃないですか。アーナとリネンさ続いてるじゃん、てか3期生も続いてるじゃん、連続して。あそこらへん、ね、生誕祭すんのかな、アーナお祝い。陣内さん、一寸玉ありがとう。マチャルさん、ありがとうスタンプありがとう。あ、待って、ごめん。自分があの問題としていつまでも元気にいけるとは限らないと痛感したので、動けるうちに行き倒します。待って、そうか、
そういう問題もあるのか。そうだよね、私のおばあちゃんとかもライブ広島まで行きたいけど体調とか体の足とか悪いから行けないやって言ってるもん。そうか、そうだよね、アイドル側だけの問題ではないのか。みんなも体調に気をつけて、いつまでも元気に足腰丈夫でいってください。パセリ文化、パーちゃんの生誕祭まだ何も言われてない、何にも決まってない。なんだろう、去年マイカだったから今年16人の公演かな。なんだろうね、ちょっと待って、コメント読むの遅いかも。待ってね、目通してるよ、全部ゆっくり見てるよ。いや今日は昼寝してました。今日はアイスを我慢したのは夜食べたくなるから昼は我慢しようと思って我慢したんよ。で寝てたら夜になっちゃいました。48人、もうじゃあメンバーみんな研究生もアンナもいるかな。こんばんは、来月初めてスティーのライブ行きます。お、来月 ?10 月今月、おや、初めて、初めてはきっとわからないことだらけだと思うのにありがとうございます、申し込んでくれて。スタンディングに耐えれるように運動を始めます。そうだよ、新潟スタンディングよ、頑張ってケロ。何をしたらいいんだろうね、足腰鍛えるの。やっぱ自転車こぐとか。でもそれで疲れちゃいそうだ、筋肉痛。流星さん一寸玉ありがとう。生誕ティアまだまだこれからなんですよね、もうツアーでバタバタしたから、ツアーが落ち着いたのでこれから僕体リバイバルしたいんだよ。この前マネージャーさんに僕体したいですって言ったら無理そうですって言われました。お断りされちゃった、グリアリ。え、トロッコあるかな次。またこの前トロッコ乗れなかったんですよ、人生初トロッコしてみたい。うっかりあんこさんお断りです。流星さんありがとう。オールスタンディングに向けて電車であえて立ってます。えらい、私も電車立ってるタイプ、立ってよろついてるタイプ。あー髪が、帽子をかぶるじゃなかった、帽子をかぶって帰ってきたら髪があちこちいろんな方向に。カズノシンさん尊いありがとう。クロさん花束ありがとう。うん健康でいる、頑張るね、健康第一でいるわ。今年の夏フェストータルで35時間経ち、それはもうムキムキなっとるよ足が、きっと。新潟まで歩くか、絶対に大変、住んでるところをさ何県か分かるからね、びっくりびっくり、そんな何日かかるの。え、そうだよ、多分ね動いてる方がいいと思う。だからスタンディングはさ2時間ぐらいずっと同じ場所じゃん、だから疲れちゃうと思う。そうだよね、立ちっぱの練習した方がいいかもね。
私もね、リハーサルとかの最初の方って立ち位置の構成をつけるからあんまり踊ったりしないんですよ。脳内で覚えてたりするの、昼から夜までずっと脳内で覚えたりメモしたりとかして話を聞いたりとかをして動かないから、そっちの方が結構ね足腰疲れちゃう。踊ってる時の方が元気。ね、新潟どうやって行くんだろうね、 STU メンバー。何にも分からん。なこんばんは。サインボールは前の方に前投げたら次は後ろとかに決めてます。交互に投げてる。難しいけど、メンバーがさそれぞれどこに投げるかとか決まってるわけじゃないからね、日によって変えるようにしてます。今日はこの辺投げてます。たーくん、だるまありがとう。生誕 TO、 あのねまだ悩んでるんですよ。胸にワンポイントかもうドドンか悩んでる。ね、フェスは暑いのにさ、みんなありがとうございます。本当に炎天下ね、熱中症大丈夫でしたか今年の夏。どうかな、新幹線の飛行機ゆらゆら動きながらコールするのがベスト。じゃあ今みんなベストやね、アバター揺れてるもん。理にかなってるわ、このアバターたちは。揺れてる、みんな揺れてる、かわいいね。でもみんなバラバラに揺れてるわ、協調性のないアバターたち。みんな、みんな、カムカムレモンね、私ちっちゃい頃から好きなんですよ。よく食べてる、カムカムレモンね。ユナアナどうだったんだろう、なんかね聞いてきたもん、ライブ前に。これって2階席まで投げてもいいんかねみたいな言っとったから、いいんだよって、投げなーって。確かに新潟、ユミリンさんお誕生日、ほんとや、ユミコさん、ユミリンさんの生誕祭も、マイカー、あ、誰かな、あるかな。アバターに練習させとるん。みんなは今寝っ転がりながら見とる配信。バライオンさん星ありがとう、星。ジュノラゴさんレインボースターありがとう。まだ無料の星あるの、嘘、ほんとじゃん、星投げは、あれ星終わるんじゃなかったん、終わる終わる詐欺ですか、いつまで、いつまでなん、11日まで、10日まで、あらまだあるの、なんだもう昨日でお別れかと思ったのに。あるんかーい。あ、急にいっぱい飛んできた。ありがとうありがとう。いっぱい集めとくね。ありがとう。グッズ紹介続きしよう。続きましてこちら。これはどういう時に使うかっていうと、こう透けてるじゃないですか。ご覧の通り。透けてるので、あ、ちょっとコメント欄反射しちゃった。あの景色とか、例えばすっごい綺麗な山とか海とかを見たらこうやって透かして写真撮ったりとか、
するやつ、多分多分ね、こうやって透かして撮るやつです、きっとそう。プリクラみたいな、プリクラのフレームみたいなできるよみたいなやつです。首ね痛くなかった、なんかね行きも帰りも新しい新幹線やったけんか分からんけど快適でした。あとバッチ、パーコのバッチです、ミニバッチ。どんぐらいミニかというと、このバッチと比較するとこのくらいミニです。結構ミニ、ウェディングとルームウェアです。これはアイスの柄です。今回のねツアーのグッズアイス柄なの、指針じゃんね、そんなパセリに買えって言ってるようなもんですよ。これはじゃじゃーん、わかりにくいけどアイス柄、ここがコーン、2段のアイスでコーンがついたの、めっちゃかわいいアイス柄です。これもアイス柄、アイス柄だけどアイスっぽくはないけど、これも同じ、このルームウェア系のグッズはほぼアイス柄な気がします。かわいいです、ぜひチェックしてみてくださいね。なんかねこのね色味が超かわいいんですよ、反射反射、色味かわいい、この夢かわいいみたいな、わかる、このこういう色つけるの超好き。私がさよく自己紹介メールで書くんですよ、淡い色味が好きですって。こういうこと、こういうなんかもっと水色とかでも好きなんだけど、こういうなんか原色じゃなくてこれホワホワした色味が好きなんよ私。だから超タイプ、飾っちゃおうかな、ここにも。今永田しおりさん飾ってる、イエーイ。パセリかわいいよね、この色味天才。あれあれあれ、入らない、うん、自立しません、自立してくれないからやめよう、厳しかった。そう、タムとおしめ同じなの、そうなの、タムラと、めっちゃ可愛いから私も STU のライブで使っちゃおうかなって思うくらい可愛い。でも自分が使うときは自分はステージにいないってこと、難しいね、何かを得ようとすれば何かを失うことになるのね。私もこうやってパセリのファンしたいもん、客席で分子にするか、うちは袋から出すタイプ、使うときは出すけど、これはもう飾り用だからしまってます。使うときはね出さないとなんか気になっちゃう、カサカサして。保管するときはしまうタイプ。え、あのなんかサンリオとかのうちわケースに入れてみようかな、可愛いよね絶対これ。ちょっと今日はさ眉毛とここしかメイクしないからさ、実物と異なりますが、あの同じ人です、ご安心ください、ご安心くださいね。そうカバンね、
でもうちわ用のケースとか最近多いよね、バッグとかも。私が持ってるさ、ノイミーさんのツアーのバッグ、トートバッグあるんですけど、うちわが入れれるポケットみたいなのついてたんですよね。だから便利、使っちゃおうと。僕じいさん、バラありがとう。うちわ大事、超かわいい。マネージャーさんにね、袋くださいって、紙袋くださいって言ったんよ。これ持って帰るように紙袋欲しいですって言ったら、え、なんで、これ持って新幹線乗ったらいいじゃんって言われて、さすがにさ、こうやってね、自分の顔を持ってね、しかも名前入ってるしさ、さすがにちょっと厳しいなと思って、いや大丈夫ですって断った。林藤雄さん、一寸玉ありがとう。風野慎さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。おみかんさん、三寸玉ありがとう。透明の内訳ケースあるよね、100円ショップにも。なんか最近セリアとか行ったら、推し活グッズコーナーみたいなのあるんですよ。缶バッジケースとかある。だから缶バッジ、こういうさ、缶バッジの傷が気になる人は100円ショップとかでもあるから、缶バッジのケース買うといいと思います。守ってくれる。すぐ傷つくじゃん、缶バッジって、爪とかぶつかったりとかしたら。だからいいと思うよ。クロさん、回復薬ありがとう。ティースさん、一寸玉。昼休みさん、カップアイスありがとう。ハートもありがとう。そう、セリア結構ある。でもダイソーもあります。キャンドゥもあるのかな。キョンシュさん、ろうそくありがとう、ね。あとは多分サンリオショップとかに行ってもあると思う。サンリオショップがね、本通りにできるんよ。もうできよるんやけど、いつオープンかちょっと忘れたけど、今広島いろいろ新しくなってる。私の好きなさ、代官山のりんご飴のお店も半年間限定で今日からパルコにできたんですよ。行きたい、代官山キャンディーアップル、行きたい。パルコ、こう、だからこれから半年間たくさん食べたいと思います。めっちゃ並んでた。だよね、並ぶよね絶対。だってさ、エクスシングスがこの前できたじゃん、3月ぐらいに。その時も並んでるって聞いたもん。やっぱ広島の人ってさ、新しいの来たら気になるよね。そうだよね。じゃ落ち着いたら行こう、落ち着いたら行こうと思います。パル、でも半年間って期間がさ決まっとるの珍しい。エクスシングス、そう、パンケーキのお店、ハワイ料理とか、なんだっけあれ、エッグベネディクトとアサイーボールとか、あとなんかさ、海鮮と肉がめっちゃ乗ってる、もうおしゃれフードみたいなやつとかがあるんですけど、エクスシングスにね、私が憧れたのは中学生か高校生の時に福岡にあったんよ。だからいつか自分でそういうおしゃれカフェに行けるぐらいになったら、行けるメンタルになったら行ってみたいなと思ったら、福岡のさ店舗が閉店しちゃって、あ、もう東京に行くしかないんや、東京の店舗行くしかないわって思ってたら、なんと今年できました。だから10年越しぐらいの夢が叶うんよ、もし行けたら。行きたいんだけど、なかなか行けてません。パンケーキブームの時にさ、よくテレビに出てたじゃん。絶対見たことあると思いますよ、みんな。10年ぐらい前とかに、こう丸いパンケーキ、薄めのホットケーキみたいなやつじゃなくて、こう薄めのやつ、パンケーキにこう山盛りのクリスマスツリーみたいな生クリームが乗ってるやつ、
絶対見たことあると思う。え、そう、行ける日はあるのに、行ける日になるとまた今度でいいやと思っちゃってね、本当に良くないんだけどもね。また今度にしようって、まあ、近くにあるしいつでも行けるかと思って、もう半年経ったね、オープンしてから。幸せのパンケーキ、どこの店舗ですか？え、パセがいたとこなんだっけ、あれ幸せのパンケーキ、あれパセ広島でね行ったとこ、あれはなんだっけ、あれ一人でパンケーキ食べた時あるんよ、広島で本通りの店舗、あれは何、幸せのパンケーキじゃないっけ、あれあれ、あのね階段を登っていくとこ、あれはなんだ、そう本通りの、今もあるかな、ちょっとわからん、わからんぞ。しんいちさん、カップアイスありがとう。なんてお店だあれ。広島に来てすぐ、もう研究生の頃にもうね甘いもの欲しすぎて一人パンケーキに行ったんですよ、緊張しながら。ん？あのロッテリア、ん？あれロッテリアですか？あ、ロッテリア、ロッテリアのとこの近く、横上、ロッテリアの斜め上みたいな。明日は朝から海鮮丼食べに行くぞ。え、めっちゃ羨ましい。海鮮丼、今めっちゃスシロー行きたいんよ。スシローかくら寿司かかっぱ寿司かはま寿司行きたいなって気持ち。それか若竹丸行きたいなって気持ち。立町カヌレ、いやわかる、美味しすぎるよね。この前福岡のツアーの時に差し入れできてたカヌレがめっちゃ美味しくて2個食べちゃった。ちゃんと人数分以上あったからだよ、安心してください、安心してください、私じゃないです、あのひじき泥棒じゃないです、違います。七並びやってる、めちゃくちゃやってるよ、昨日から超やってます。今はあれなの、今日からあの1位を取った回数のイベントみたいなの始まってるんだけど、まあ、それは今回のねあの焼肉に関係ないんですけど、焼肉イベント関係ないとこでもう一個違うイベントやってて、それで今日は1位を5回取ったから2位になりました、ファンの方の中とかで。1位の方がめっちゃさ強くてね、1位を取った回数できそうやつ今結構、あでも絶対抜かれてる気がする、私昼寝してました、昼までにね頑張ったけどその後昼寝したから抜かれてる気がする。雪帽子で食べたピオーネと桃のやつは気になってる、桃系の雪帽子のやつ食べたいと思ってた、まだあるのね、ありがたい情報。カヌレ、え、でもねカヌレ STU の現場絶対差し入れであるんですよ、月に1回は食べてる気がするよカヌレ、いや2ヶ月に1回かな、あるだからまだ私の中では流行ってると思ってるけど、もしかしてもう終わりですかブーム、嘘じゃん、終わったの、今マイカ1位、え、マイカ1位なの今、チャートリに勝ってんの、さすが大食いユニットだね、パーランキング10位、嘘、昼まで14位だったよ、みんな頑張ってくれてますかもしかして、わーい、あのみんな
メンバー別にランキングがあって、パセリの100位以内に入ると毎月カードがもらえるんですよね。100位以内の方限定カードみたいなね。多分そう、パセ最近質並べしましょうとか言ってなかったから、今まで余裕余裕って100位以内余裕だ、カード毎月もらえてるよと思ったかもだけど、もしかしたら今月とかは接戦かもしれませんね。でも平和に行こう。68位、私今私68位なの？めっちゃ下がってるやん。昼まで2位にいたよ。空がさんより上にいたのに。嘘じゃん、68位だって私。1位イベルームヘアさん、一寸玉ありがとう。ありがとう。そう、アイコンは、そうなのよ、アイコンガチャはみんな向きになると危険です。向きになるともう止まらなくなるから、何回って決めた方がいいかもね。うん、アイコンガチャね。そう、あれは出ない、マジで出ない。メンバーも自分出ない、なかなか。他のメンバーとかは結構かぶって出るんだけど、自分が欲しい自分のアイコンが出なかったりするから危険です。黒さんありがとう、スタンプありがとう。新一さん金魚ありがとう。いや本当にもう運、運とかじゃない気もする。もう本当に出ないんですよ。しかも3期生も始まったから、質並べさらに確率がね低くなった。推しメンが出る確率48分の1なんだけど、でも10連で引いても、あのメンバーじゃない何者かのキャラクターたちが出るんですよ。ネズミとかの、海賊とかの、人間とかが出るから、そう、必ず48回引いたら絶対出るとかでもないタイプのやつです。あれと一緒です、 STU のモバイルガチャと一緒です、待ち受けガチャと一緒。ブンさん一寸玉ありがとう。新一さん星ありがとう。パちゃん、ノアピ、ソちゃんが、お、ノアピも頑張ってる。ノアピー昨日から並び始めました。あ、私と一緒だね。みんなもさ、行けたらいいのにね、焼肉。メンバーとファンで行くとかだったらみんなもさ、めちゃめちゃ頑張れるけどね。みんなはそうか、俺が並べても俺の胃袋には焼肉は入ってこないのかと思っちゃうね。美味しく食べるね、頑張ります。ユミリンさんが卒業する前にマイカーで初のご飯会が開催できるかな。卒業祝い焼肉。こんばんは、ブンさん、レインボースターありがとう。パセリあのね的なやつって全メンバーないと思う。パセとでもないよね、多分ない気がする。パセリとでもある人はあるんよ。誰があるっけ、ありますよね誰かしら、あるよね。誰だっけ、誰かあった気がするんよ。ゆうぴょんありがとうね。シュタンプね、でも3期生が一気に更新されてたね。シュタンプ2期生の時はもう週に1回とかだったの。週に1回名前順で、今日は池田ゆらちゃん、次の週はりねたんとかだったのに、3期生は一気にドーンって全員公開されとったから増えてました。ゆうぴょん、カップアイスと星と金魚ありがとう。食事会を放送、楽しそう、やりたい。
さわっちょさん、金魚10匹ありがとう。七並べのボイスは4年前ですかね。あとなんかバーストみたいな画像も4年前のパセリ。2019年の12月のパセリです、あれ。2019年12月か2020年1月のパセリ、どっちかです。初の生写真撮影の時かな、あれ多分。どっちだったかな。2019年の12月の頭にアーシャ撮ったんですよ、初ので。2020年の1月の4日とかにも撮影があったんや、グッズの。お正月明けにだから、その時のどっちかに撮ったボイスと、あのなんかトンネルだよみたいなやつとか画像がめっちゃもう芋なの、この時期にぴったり、超ぴったり、秋だねって思います、芋すぎて。ゆうぴょん、たくさんギフトありがとう。ハートとカッパイスと星とありがとう。こんばんは。そうだって、まだ入ったばっかりだから、あれね、あの音が入らないように、エレベーターの音とかも入らないように、シーンとした部屋で初めてお会いするその七並べのスタッフさんとかが目の前にいるところで撮るんですよ、録音するんよ。で紙があって、なんかバーストしちゃったとか読んでいくんだけど、やっぱさ恥ずかしいじゃん、もう入ったばっかりだし、そういうセリフを言う経験もないし、今もまあ4年経っても恥ずかしいし下手くそだけど、もう今よりさらにさらにさ緊張するじゃないですか。だから超棒読みなの、撮り直したいよね。研究生って言ってる？嘘、私音消してるもん、嫌すぎて。自分の声嫌すぎて音消してやってんの。あ、そう、寝起きです。あれは名前順とかだったから、私一番に収録だったの。そう、一番だったんですよ。だからそれもあって緊張してて、早朝に撮りました。朝の何時やったっけ、6時7時8時とかそのぐらいの早朝に撮ったボイスです。そう、懐かしい。キョンシュさん、カップアイスありがとう。しんいちさん、カップアイスありがとう。撮り直したいな、もっとなんか頑張るね、撮り直すときに。そう、寝起き。なんかね、当時は、今はねだいぶ減ったんですけど、当時そういうグッズとかの撮影の時、私絶対一番だったんよ。もう朝からの人で名前順だから、だからもういつもねむくまないように頑張らなきゃって思ってた。練習しとく。え、なんて言うっけあれ。いや絶対今は棒読みだ、棒読みや。バーストしちゃったいや私の声の質の問題な気がするんですよね。私さ声がマイクに乗らないタイプの声だなってすごい思うの。めっちゃ頑張って歌っても本当に通らないから、喋っても MC とかでもメンバーとさ同時に被る時あるじゃん、 MC 中とか。そういう時もあんま拾ってないなと思う、マイクが。あえて棒読み、バーストしちゃった、どうですか。あ、バーストしちゃった、なんて言うっけ。ほか私音声消してるから最近聞いてないよ、七並べの音声。なんて言ってるっけ、ほかやったねみたいな言ってる。ラジオ、ああ
落ち着いてますか声。 STU48 のひつ並べ、ちりめんパーティーの言い方だったかもしれん。 STU48 のちりめんパーティー、チューラチューチューチュー。ふくちゃんいいね、ありがとう。3位にもっと頑張ろうって言われると頑張ったんだよって思うね。確かにそうだよね、煽られてるよねあれって。そうよね、頑張った結果だよ3位だって。そうだよ、他が強かっただけだよ。しかもあれ強いとかじゃないからね、ひつ並べってカードのさ最初のやつで決まるじゃん。1枚も出さずに終わる時あるじゃん。で4位でバーストして負けたらずーっと見とかんといけんから、1位の人が勝つまでずーっと見て頑張れーって思って見てるよ。新潟気が向いたら行く。じゃあ気が向いてね、気が向くことを祈っとくね。手羽元、手羽元はね普通にもうすぐ作りたいと思ってる。でもショールームでは作らん、もう料理配信は絶対にしないぞってもう決めた。もうやだ、もう普段コメントとかしない方がもうダメです、それは良くなりません、わーわーって言われて萎縮しちゃう、ごめんなさいってなっちゃって、終わった後もう反省会しちゃうから、もう向いてないことが分かりました。そうなの、手札次第なのよ。今日めっちゃ不利だったもん、ずっと不利なターンが続いてさ全然加点があった。そう9月4日小ラジです。そうです、よろしくお願いします。うちはそう飾ってます、かわいい、じゃん、イコノイジョイのやつです、今年のやつ。メンバーに自慢しまくってる、かわいいでしょ。ツナさんろうそくありがとう。ひつ並べ配信え、したいな、したいな、久々に。もこべさんハートありがとう。ありがとう。かいちゃんゲームギフトありがとう。同じっちゃお揃いだね、やったね。もう私さアクスタもね自分のよりも永田しおりさんの方が多くなってきそうな気がする。今飾ってるんです、自分と沖さんと駒田さんと永田しおりさん飾ってるんですけど、あと普通の私の友達の、 あのアイドルとかしない友達のアクスタのキーホルダーもあるんですけど、目が合ってる今その友達の顔と。そういえば昨日そう東京公演に友達来てくれてて、あのねなんて言ってたかな、あそう瀬戸内の声でさみんなペンライト青くするじゃん、青くしてくれたりするじゃないですか。でね終わって、最後の曲だから終わって MC 中にパッて友達の方見たらペンライトが青かったんよ。だからえっと思って全然パセリ色じゃないやんと思って後から聞いたら、瀬戸内の声終わってからあの私の色のペンライトに戻すまでの間に見られたから焦ったって言ってました。見たよねって言われて、ペンライト青い時に見たよねって言われて、見たよってちょうど変えるタイミングだったって言われてさ。ナスビちゃんじゃない、ナスビちゃんは名古屋の時に来てくれました。名古屋で来て違う、
青を振ってました。ちゃんと瀬戸内の声で変えてくれてた。なんだっけ、でっかちゃん、でっかちゃんです。でっかちゃんが来てくれました昨日。名古屋2日目じゃない、1日目。そうそうだ、なすびちゃんが名古屋1日目に来て差し入れをくれたんよ。会ってはないんだけど、あのスタッフさんづてでこうプレゼントをくれて、それがスナイデルのお洋服で、なんかさ、ライブとかの差し入れってお菓子とかをいただくことが多いんですよ。だからお菓子とかかなとか思って、プレゼントあるからちょっとスタッフさんに伝えといてって言われといたから、こう言っといたんよ。友達来るのでもしかしたら何か渡されるかもですって、ちゃんと自分でね申し込んでくれてたよ。あの普通にみんなと同じようにサイトから申し込んでくれとったんやけど、入る時にスタッフさんとかに会ったら渡すみたいな言ってたから、受け取ったらスナイデルの服くれてあれって、えっ、そんなもらってもいいの。なかなかさ、自分でも、私スナイデル自分で買ったことないんですよ。だからびっくりしちゃって、そうプレゼントくれました。びっくりびっくり。そう、美穂とかが着るような一番いいな。どうだろうね、どうだろう。毎回自分でさ、ちゃんと調べてチケット取ってくれるの。なんかその子ノイミーさんのファンなんですよ。だからもうそういうアイドル現場に慣れすぎてて、感想をね長文でくれたんやけど、その感想がもうオタク用語なの。なんかもう本当にね、ちょっと読みたいぐらいなんだけど、今配信してるスマホに全部 LINE 入ってるからさ読めないけど、もうすごいの。もう私も初めて聞くような用語を使ってて、すごいんですよその子。めっちゃ遠征するし、ノイミーさんの現場だから。ノイミーさんの広島の時も来てて、その時に会ったんよね、チラッと。もう学生の頃からなんです。学生の頃から、小学校の時とかからもう最初あきちゃさん推し同士で、でその子が川栄さんハマってとか、でいろんなアイドルさんハマって、乃木坂さんとかもハマって、最終的に今ノイミさんのファンしてるんですけど、それでエステのねとこも来てくれます、たまに。あとパセのあれ買ってくれてました、この前のあの9枚目シングルのアザージャケットサイン会も買ってくれとって、サプライズで買ってて、ノイミさんの推し面かぶってないんですよ。そうかぶってない。ねステージに立てるぐらい、だってもうクラスというか学年中のマドンナみたいな存在だったんよその子。なすびちゃん男女から人気のある子で、そう運動部バレーボールしてて、こんばんは。マイカ1位ですか、やったね。もうこのままマイカが1位取りましょう。もうマイカしか合わないよ焼肉は。もうチャートリきっと小食だから、マイカでもバクバク食べましょうね。バク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 。いやそう、なすびちゃんも結婚してます。皆さん結婚してるからね、みんなが押すことはきっともうないと思います。年齢制限的にも。私マイクは頑張ろうね。え、そっか、ゴールデンベッドタイムじゃん。そうじゃん、並べなきゃ。もう10時に終わるよね。うん
そうじゃん、これからそういうのもちゃんと気をつけなきゃいけないのか。はあ、もう七並べとかガチるのいつぶりって感じで忘れてました。ほんとだ、ほんとじゃんか。トシさん星ありがとう。確かに沖さんどっちですか、マイカーなの四国、え、マイカーだよね、マイカーの方名前あった、マイカーだ、マイカー、うえーん、並べたい、 iPad 充電してない、大事だ。マイカー、ホキちゃんマイカー、明日頑張ろう、ゴールデンベッドタイム。今日は10時に配信終わって、10時に配信を終わってそっから七並べしようかな。もう一日中スマホ見てるわ私。今日もね、新幹線で並べてたら電波悪くなっちゃって、トンネルでもう無理だと思ったけ諦めて、新幹線降りてから公共交通機関乗ってる間とか並べてて、帰ってきてからも並べてて、昼寝してって感じですけど、ずーっとずーっとずっとずっとずっと携帯とにらめっこしてる。ちょうど今福ちゃんが沖ちゃん四国にいないじゃんって言ってた。あら、マイカーだ、やっぱ沖さんマイカーだよね。iPad やっぱ充電切れてて無理だった、充電しときます、ちゃんと備えとく、備えようとね。メンバーさ12時以降できないからさ、そう日中にするしかないんだ。あ、確かにトンネルっていうのは七並べのトンネルじゃなくてガチトンネルね、新幹線が通るために山を削って穴をこう通路をね開けた方のトンネルです。あの暗闇の方、暗闇って言ってもまた紛らわしいか、 STU で言ったらあの曲じゃなくて、窓の外が暗くなる時の方のトンネルってことね。そうなの、対戦中にさやばいって なるじゃん、トンネルとか、トンネルっていうのはその道路の方のねトンネル、ほんと申し訳ない、絶対待ってるやろうなって思って申し訳ない、ごめんなさいってなる。ジオさんのポスト、え、何何なんて書いてんの、1位取れてお先に失礼しますってきた。え、私は今日は4位でバーストしてお先に失礼しますを結構5回6回ぐらいやっちゃいました。1位も取ったけどさ、その分4位も取っちゃってね、お先に失礼しちゃいました。そう、トンネル、ともちん一寸玉ありがとう。みんなは深夜にも並べられるか、いいのね、寝れない夜とかできるじゃん、いいよね。私も寝れない夜とかに並べたい、パチ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 って。今月も初めまして、こんばんは、おやすみなさい、また明日、今月もよろしく。しんいちさんカップアイスありがとう。わん、明日からちゃんとゴールデンベッドタイムに並べます。マイカーの足を引っ張らないように頑張ります。もうマイカーラインがうるさくて私通知切ってるんですよ。そしたらソルハさんがマイカーからライン来たよっていつも教えてくれて、見るともうすごい来てるの通知が、本当にもう今日もね、なんか今日はなんかよくわかんない画像が来てましたな。2日前とかは満月が綺麗ですからみんな見てねみたいな、なんか綺麗ですからと言ってない、綺麗ですよだから見てください、そう日本語おかしかった、満月綺麗ですよみたいなお知らせの LINE 来てて、
ブルームーンって言うんですよって送って、そしたら昨日お湯なんだから今日が本当の満月ですみたいなの来てました。ジロ君一寸玉ありがとう。パセリのカードがなかった、なんてこった。一押しガチャで引いとくべきだったねそれは。でも一押しガチャもできないのか、パセリのカードがなかったら。はあ、パセリのカードを。こんばんは。そう、マイカは通知切ってんだよね私。犬のグループは、いや違う、ピンマイカーの4人のグループが昨日動いた。なんかね、うなちゃんのパソコンのデスクトップがピンマイカーの4人に撮ったプリクラだったんですよ。だからそれが嬉しくて、新幹線でねパッて横見たらうながパソコンでなんかお勉強してて、多分大学のやつやってて、え可愛いと思って隠し撮りしてピンマイカーのさグループ内に可愛い子いるって言って送ったら、秒で既読ついてみほが一番に返信してきました。その後うなにバレた。山崎さんランプありがとう。あ、瀬戸内の会ペンライト水色か、水色ね。友達にも言っときます。こんばんは。あっちゃさんお断りです。まこぶやさんカッパイスありがとう。けんまんさんありがとう。こんばんは。隠し撮りしてたけどもバレたの。ピースしてくれた。じゃあこんばんはだけどもう10時には配信終わります。終わるよ。ちゃんと足引っ張らないように頑張るね。イベントは出ないって決めてたけど、こういうユニットごとだからさ頑張る。他のメンバーもねかかってるから、自分だけの問題じゃないから頑張ります。頑張るよ。足がしびれた久々に。微力ですが、私も絶対微力ですが頑張ります。頑張ろう。そう、みんなも睡眠時間を削らないように、ちょっと暇だから並べてやるかぐらいの気持ちで並べてもらえたら大変助かります。ありがとうございます。いつもパセリがしてない間も並べてくれてて。あ、高崎愛子の隠れ家見てくれてありがとう。よろしくお願いします。福ちゃん回復薬ありがとう。マイカーとチャートリの一騎打ち。え、そう、昨日の会場からホテルに帰るバスの中でもメンバーしかいないからさ、それ公共のバスじゃなくてちゃんとそれ移動用のバスだったんですけど、なんかもうねすごかったよ。あちこちから七並べみたいな聞こえてきて、懐かしいこの感じって思って。なんか前もねイベント中そんな感じだったんよ。あのドライブとかバトルの時間だよみたいな、なんかそういうみんなでさ声かけ合ってやるんですよメンバーたちが。で昨日はそうライブ終わってホテル着くまでずっと並べとって沖さんと当たりました。たまたま後ろの方の席からパセリと当たったみたいな聞こえてきて負けたんですけど、沖さん4位で私3位だったんですけど、本当はねワンツーフィニッシュがいいんだけど全然弱かったです。弱々だった。あ、そうか3期生。え、そう、今日なんか七並べしよったら3期生アイコンの方とか
3期生カードの方がめっちゃ多くて、そう初めてお会いするお名前の方がたくさんいてね、時代の流れを感じました。そうですね、1ヶ月あるからね、頑張りましょう。楽しんでいこう。楽しみながらやっていきます。そう、ソヤハさんとは、やばい声がガサガサなってきた。ソヤハさんとは同時にせーのってやったから、昼何回か 2,3 回ぐらい2人同時当たってるから、きっと当たったよって方もいるかも。え、そうだよ、知ってる名前が3期生とか 2.5 期生になってました。おいおいって、パセリが1鍋を開かない間にって思って、そうびっくりしちゃったよね。こんばんは。おいおい、見つけちゃったよ。でも平和に行きましょうね、平和に行きましょう。きっと今日当たってやっぱパセリやなってなるかもしれない。そうよ、だってもうね、最近イベントとかもなかったしね。多分ファンの皆さんもさ、あのプレゼントなくなったじゃん、キーホルダーとかチェキとか。だから久々にやるって方も多いかな。誰で並べればいいですか？誰のカードを持っているんですか？マイカーで、マイカーで、チコ太郎？マイカー、マイカーで並べようよ、みんな。マイカーとチャートリとおしめいるよって人、どっちを取るんだい？どっちを取るんだい？そう、誕生日カードもなくなったよね。そうなのよね、あれでさ誕生日だって覚えとったのになくなったよね。お、マイカーですか？本当ですか？いや、マイカーじゃなくて、え、どうなんだろう、パセリメールとかでこの時間にやりますってやつを送るから、パセと当たったらなんかポイントが高くなるんですよね、きっと。そうだよね。私さ、ひつ鍋のイベントしたことがないからめっちゃ下手くそなんよ。今日ソラハさんにめっちゃね、横からね、パスしなさいとかめっちゃ言うね。なんか私は出せるカードがあったら出そうとしちゃうんですよ。パス出したら、パスしたらさ、持ってるのになんか申し訳ないと思って出そうとしたらダメみたいな、めっちゃ言われて、パスだよとか、次そこ出してとかめっちゃ言われてね。もうプロだから向こうは、イベントの。そうだから全部従って生きていこうと思います。で、今日私今まで、あのソルハさんがまだミホリンがいた時代に SKE さんとのライブのイベントがあったよ、室内で。だけどソラハさんのアイコンとカードでやっとったけど、自分のカードに戻して自分のデッキにして、でアイコンをあのアーシャのアイコンにしたんよ。なんか本物感出るかなと思って。やっぱさ、ファンの皆さんと同じアバターとかアイコンとか使ったら分かりにくいかなと思って、アーシャの方がメンバーしかないし特権かなと思って、その自分のアーシャのアイコンにしとったら、ガチるならちゃんとアイコンも変えなって言われて、もう指導されちゃって、はい、もう従ってすぐ変えました、自分のアイコンに。だからやっぱアイコンとかカードを統一感出させるのは大事だと思います。あ、22時過ぎてる、終わろう終わろう。もう従って生きていくからよろしくお願いします。本当に皆さん
頑張ります。ちゃんとパスします。カード持ってても嘘つきます。パスごめんなさいって気持ちでパスを押す。うん、そうする。ペコリしようかな。ちゃんとペコリ押すね、スタンプで。並べようかな。でもどんどん並べる、時間を合わせると並べる回数減っちゃうから、もうどんどん試合終わったらもうすぐ始めるって感じで、もうフェ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 って始めるからやります。あ、そうだね、私のお父さんに聞こうと思うね、コツ。お父さんにも言っとく、ゆけりかとパンちゃんのアイコンとカードパセリにしてくださいって言っとく。あ、でもな、お父さんパンちゃん推しだからな、スタジオに行っちゃうかな。逆に嫌味っぽい。じゃあ心の中でペコリしとくね。ちゃんとこうやって頭も下げとくね。1位になったら即退出。分かった、それソラホさんにも今日言われた。なんか2人で対戦した時に、退出戦取ってよみたいなの言ったら、イベント中は退出した方がいいってファンの人に言われたからみたいな言われて、はい、もう従います。イベント中は退出、勝ったら退出、バーストしたら見守るから。じゃあみんな並べます。バイバーイ。あ、待って、壇上じゃなかった、壇上見ます。13位ブンさん、12位ジンライさん、11位ジノラゴさん、10位クワドリさん、9位カメさん、8位フクちゃん、7位クロさん、6位アッチャさん、5位ワウワウさん、4位山崎さん、3位カズノシンさん、2位ワライオンさん、1位流星さん。ありがとうございます、みんな見てくれてありがとうございました。金曜日、今日金曜日、お疲れ様です。金曜日ちょっと夜更かししたいなって方は、よかったら七並べでマイカーメンバーの誰かのカードとかをセットして、ぜひ並べてください。きっと5時から24時まではメンバーがもううろついてるから遭遇できると思います。でも24時から5時まではメンバーは一人もいません。だからその時間は遭遇ないから、寝れる時に寝てください。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。